やってまいりました、男飯。いや、ずっとできてなかったんだよ、男飯ね。まあ、ちょっと作ってたんですよ、自炊してたんですけど、まあね、ちょっと、まあ、セールスしてましたから、はい、とりあえずセールスは終わったんで、ネギもほら、もうネギこれしかないですから、俺のこれ使ってったんで、実はもうひたすら動画とセールスして作って、わーしてこれ撮っときましたから、男飯用に、はい。まあ、今回はこの去年ですね、僕博多の塩ですね、この博多の塩、この博多の塩、こちら入れすぎた、その苦い経験がありますんで、今日はもこみちになりすぎないように、ちょっとチャーハン王子として、博多の塩チャーハン、博多の塩、はい、やっていきたいと思います。ビタミン E 卵、もう卵もね6個使いましたからね、ほらこれ1個残しときましたよ、撮影用に、撮影用に残しといた。いやいやいや、あ、でもあれですね、解凍まだですね、解凍解凍します、解凍してます、解凍先にしとけばだったな、まあいいや。いやでもね、もうめちゃめちゃ疲れましたね今、なんだ、見えるかな、1月2日23時です。もう年も明けちゃいますね、年も、あ、年明けてるか、もう明けてますね、もう感覚麻痺してる、感覚麻痺です。いやでも今年はね、だいぶやりきりましたね、僕相当やりました、相当。今もうプレゼント企画やってるんですけど、はい、プレゼント企画やってますからね。じゃあちょっとネギちゃんをね切っていこうかなと思います。これもう今回は全部いきます、全部、これ全部いっちゃうんで、もう見せどころここしかないからね、こうネギね、こんなにあるって、よし、こんだけありますよネギ。ネギチャーハンだな、もうネギ好きにはたまんない感じですね。どうでしょう、ネギ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 、ネギです。ネギです。じゃあ、行きましょうか。いざ、今年初のチャーハン王子でございますね。今年初のチャーハン王子でございます。これマヨネーズでいいですか、もう切れそうだ、ちょっと全部入れちゃうか、もう、よし、終了。
あらびき団。あらびき団。行きましょう。卵、レッツゴー。からのネギ超多いな。ネギがやばい。ネギがやばい。ネギがやばいっすねこれ。火力が弱いのでちょっと焼くちょっと焼く。まあ最後はこれ博多の塩ですから。博多の塩。はい、もう去年ね入れすぎましたからね。いきます。トコン。出てんのか。こんなもんかな。どうだ。もう一振り。オッケー、グッジョブ。船盛り。今年初のチャーハンできました。ドゥドゥン。ドゥドゥン。ドゥドゥン。はい。ちょっと映していきましょう。これ 4K ですからね。来たね。いいでしょう。いやーチャーハン王子ね、ちょっと食べていきたいと思います。あ、もう立ち食いでいいですか。もう立ち食いでいきます。塩加減をチェックしましょう。いただきます。よしよし。
いい塩加減で。博多の塩。はい。これ高かったんですよ、博多の塩。博多の塩ね、200円ぐらいするんですよ。やっぱね、博多の塩のあの CM 覚えてる人います？なんかね、すごいっすね、あの CM。 何十年前の CM なんだけど、博多の塩っていう、なんか思い出した、思い出したんじゃないですか。すごいですよね、世に残る CM 塩なのに、なんかこびりつくじゃないですか、博多の塩。すごいですね、あれね。うん、うまっ。これね、博多の塩って実は原産国がメキシコまたはオーストラリアらしいですよ。日本じゃない。博多の焼き塩言うといって輸入ですね。輸入天日干し塩大塩と日本の、うん、でも原産メキシコまたはオーストラリアって書いてます。チャーハンが一番簡単で一番早く作れるんですよ。だからいいっすよ。だって冷凍チャーハンと卵とネギあればいけるわけですよ。あと博多の塩、あと粗挽き団ね、粗挽き胡椒、まああとはもちろんマヨネージュ僕使いますけどね、マヨネージュ。うまっ。ビール飲みたいですね、これ。ビール飲みてえな、飲んじゃおうかな、飲みたいビール。これでいきたいけど、まだちょっと仕事残ってるんで。ビール飲みながら作る動画も仕事なんですけど、真面目なやつも残ってるんで。だからプレゼントがもう今日で終わりですから、結構来てるな今。うん、今日30人ぐらい来てるんだよな。30人。うん、30人ぐらいになりそうですね。うん、うん。あ、質問も来てますね。熟成さんが質問も来てるからやらないと。ちょ、ビール飲んで質問答えたらちょっとまずいじゃないですか、さすがに。メルマガ読者さんからこんな質問が来ました。コンテンツビジネスのやり方を教材で学んで、そのコンテンツビジネスのやり方をまた自分のコンセプトを並べて教材コピー読んですかという質問が来ました。吉谷さんの見解を知りたいです。まあ、パクっていいんですかみたいな話ですね。まあ、僕の見解ですね。僕の見解は、まあ、全員、世の中は全部パクリだと。だってこれチャーハンの作り方もパクリじゃないですか。誰かが作ったの。チャーハンの作り方パクリじゃないですか、そもそも。そもそも学校の先生も、いや本の教科書を見ながら教えとるよっていうね。本の教科書をパクってるとはあれですけど。はい、では終わります。